レオン・リシェは、フランスのジャーナリスト、自由思想家、女性解放運動家、フリーメイソン会員であり、1869年に、マリア・ドレームと共に、女性の権利紙を、創刊、1970年に、女性の権利協会を創設した。さらに、1882年に設立した、フランス女性の権利連盟は、名誉会長のビクトル・ユーゴをはじめとし、反共権主義、 共和派の支持を得た。こうした功績により、女性参政権運動家、ユベルティーヌ・オークレールには、フェミニズムの父、シモーヌ・ド・ボーヴォワールには、フェミニズムの基礎を築いた男性と称された。レオン・リシェは1824年3月19日、レーグルの裕福な家庭に生まれた。早くから交渉人としての将来が期待されていたが、不遇が重なり、15年にわたって、 ジョアジーイコールルイコールロアで交渉人見習いを務めることになった。こうした立場上、女性顧客を担当し、民法典により未成年者とされる女性が被っている不正を目の当たりにした。彼は世論に訴えるために1849年から執筆活動を始め、1850年になんとに拠点を置くフリーメイソンのロッジ火星と芸術に入会すると、 自由思想家として、反共権主義、共和派の観光物に記事を掲載した。1860年代には、特に女性の権利、地位向上を訴える記事を事前活動家や、社会主義者の観光物に掲載し、フランス大統領者などで講演を行った。当時、講演は重要な意識啓発の手段であった。1866年7月に、 オピニオンナシオナル神の編集委員に就任し、宗教問題を扱った一連の自由思想家から村の司祭への書簡を発表した。オピニオンナシオナル神は政治家のアドルフ・ジョルジュ・ゲルーが1859年に創刊した共和派の政治新聞で、リシェは反共建主義の作家、ジャーナリスト、美術評論家のエドモガブーの公認であった。自由思想家から、 村の司祭への所簡は大きな論争を呼び、好評を博したため、1868年に一冊にまとめて刊行した。以後、オピニオンなしをなる市場に女性の権利擁護のための記事を次々と掲載し、1868年には20人ほどの女性が賛成権を求める声明を発表した。ジュリー・ビクトワールド・オビエまた、同市上で、 ジュリー・ビクトワール・ドービエの学位取得を要求する運動を行った。ドービエは女性初のバカラレア取得者だが、当時、ソルボンヌ大学では女性の受講を認めていなかった。これは、王政復古期に大学評議会が女性の受講を禁止して以来のことであり、この決定には法的な有効性はなく、女性解放運動家からたびたび禁止解除の要請が出されていた。 ドービエもこうした女性の一人であり、彼女を支持するオピニオンラシオナル市場での運動の結果、1871年10月28日に女性初の学士号取得者が誕生した。ドービエはこれ以後もリシェを中心とする活動に積極的に参加し、フェミニストとして活躍したが、ローマ社会における女性の地位と題する博士論文を執筆中の1874年、 50歳で死去した。1869年4月、リシェは女性の権利改善を目指して、マリア・ドレームと共に、週刊新聞、女性の権利を創刊した。本市は1871年に女性の未来に改名し、1879年に、再び女性の権利として刊行された。女性の権利紙は、女子教育の改善、不権 不権乱用に対する女性の保護、支援、賠償防止のための女性の賃金増加、女性の土地、財産所有権、同一労働同一賃金、民法典の改正などの女性の要求を伝えることを目的とした。すでに1866年に女性解放運動家のアンドレ・レオ、ポール・マンク、ルイーズ・ミシェル、マリア・ベル・デュールらと共に女性クラブを立ち上げていたドレームは、 女性の権利紙との連携により、1870年7月11日に改革宴会に倣って女性の権利宴会を開催し、共和派約60人の参加を得た。リシェは女性の権利が堂々と公に確認されたのはフランス史上初めてのことであると会の成功を称えた。この宴会は以後女性の権利紙の主催で定期的に行われることになり、 夫婦戦争直前の1870年4月16日には、ドレーム、リシェ、リシェの妻ジョゼフィーヌが女性の権利協会を立ち上げた。第二帝政崩壊後の1872年6月9日に行われた女性の権利演会は、共和派から多数の参加を終え、ビクトル・ユーゴーとルーブランが演説をした。彫刻家、 ダニエル・デュプユによるマリア・ドレーム・ゾウ・リシェは次に女性解放運動の一環として離婚の合法化に取り組んだ。キリスト教の教義に基づいて禁止されていた離婚はフランス革命期における非キリスト教家運動により1792年に合法化されたが1814年の王政復古によってカトリックが国教と宣言されると再び1816年に禁止された。 リシェは1873年4月20日に離婚に関する法案を提出。メディアがこぞって取り上げたため、離婚、理由説明書と本件に関する主な公文書を伴う法案として、翌74年にシュバリエ社から刊行した。この法案は、後に、政教分離を推進した社会運動家、フェミニストのアルフレッド・ナケが再検討し、新法案として提出。 1884年7月27日の法律によって離婚は68年ぶりに合法化された。リシェは同時代の男性からは女性の所有物としての男性という意味で女たちの男と呼ばれた。アンドレジルによるリシェの風刺がレゾム・ドージュルド・ユイン・ガミの表紙。1882年頃女性の権利協会は1874年にニューヨークで結成された。 国際女性連盟に加盟した際に規約を改正し、女性の境遇の改善のための結社に改名した。1875年12月、同年内省に就任したルイビューフェが立氏に結社の解散を求めた。だが、公文書の発行は拒否し、口頭命令により、リシェに一任するとしたため、リシェは結社とは別に多くの講演を行い、宣伝のための晩餐会を主催し、 女性の権利紙の発行を継続した。1878年のパリ万国博覧会では、女性の権利紙の主催により、国際女性連盟の第1回国際会議、国際女性の権利会議が開催された。5つの分科会によって構成されたこの会議には、欧米各国から多くの代表が参加し、女性の権利、地位向上に関するあらゆる女性問題が論じられた。 ただし、女性参政権は議題に上がっていなかった。リシェもドレームも、まだ気が熟していないと考えていたからであり、このために、ユベルティヌ・オークレールら女性参政権運動家との対立を生むことになった。国際女性の権利会議は成功裏に終わった。政府はこのために態度を変えざるを得なくなり、1878年8月3日付政令により、 女性の境遇の改善のための結社を認可した。再結成後、今度はドレームとの間に内部対立が生じた。リシェが女性参政権運動を支持するようになったからである。リシェは会長を辞任し、ドレームが新会長に就任した。1882年、リシェは新組織、フランス女性の権利連盟を立ち上げた。会長に、マリア・ポニオン、名誉会長に、 ビクトル・ユーゴーが就任した。ユーゴーは女性の権利演会での演説のほか、早くからリシェの女性解放運動を支持していた。ユーゴーがリシェに宛てた1872年の手紙では、民法典において未成年者と呼ばれるものを、私は奴隷と呼ぶ、法において未成年者であり、現実において奴隷であるものそれが女性であるとし、 さらに1877年の手紙では、男性には自分の法がある。男性は自分自身で法を作ったのだ。女性には男性の法以外に法がない。女性は法的には未成年者で、精神的には奴隷である。この2種類の劣等性が女子教育の弊害となっている。改革が必要だ。文明と真実と理性のための改革がと語っている。 フランス女性の権利連盟名誉委員会は、ユンゴーのほか、廃奨運動家、アドリエンヌ・アブリルド・サントクロは、公教育審議会委員、ポーリーヌ・ケルゴマール、デーモン・ポアンカレ、シャルル・ロベール・リシェ、法学者、アンディ・ベルテルミ、公教育省初等教育局長、フェルディナン・ビューソンらによって構成された。会長には、ポニオン・アート、労働運動家、マリー・ボンヌビアル、弁護士、 マリア・ベローヌ、名誉会長には、奴隷制廃止法案を通過させたビクトル・シュルシェール、ルネ・ビビアニが就任した。晩年のレオン・リシェ・リシェは執筆活動においても、女性の権利擁護、自由な女性、女性の権利を表し、1879年に、ルプティ・パリジャン紙の政治問題担当、シャルル・イコール・アンジレザンの求めに応じて、同志の編集長に就任。ジャン・フロロの筆明で、 女性問題のコラムを担当し、好評を博した。1883年には、民法典改正のための修正案として、著書、女性法典を発表した。1886年、リシェは、フランス女性の権利連盟に加盟している上院、下院議員によって構成される、議会外委員会の設置を申し入れ、設置後、委員に就任し、 既婚女性を未成年者と同じ扱いとする規定を廃止すること、既婚女性の国籍に関する民法典の規定を改正すること、既婚女性及び未婚女性に男性と同等の市民権、家族権を与えることなどを提案。また、ギュスタブ・リベ議員が提出した府県に関する調査報告書に基づく修正法案を提出した。 1889年に再びパリで万国博覧会が開催されることになり、リシェは前回同様に国際会議を企画した。フランス及び国際女性の権利会議として開催されたこの会議は大成功を収め、これを受けてエルネストル・フェーブル議員が、少子裁判所における女性商業従事者の投票権に関する法案を提出し、可決された。 1890年には女性の権利要求のための国際連盟を設立し、会長に就任。翌年、67歳で引退した。リシェは文芸家協会及び共和派ジャーナリスト協会の会員を務めた。フランス陸海軍傷病兵救助協会評議会は、夫婦戦争時のフランス修道助会。 共同代表としてのリシェの功績に対して、聖堂十字章と表彰状を授けた。パリ十区長は、パリ後遺戦における彼の愛国的献身に対して、メダルを授与した。さらに、フランス女性の権利連盟の代表、ルネ・ビビアには、彼の貢献に対して、銀メダルを授けた。1911年6月15日に、パリにて死去。去年87歳。 ペールラシェーズ墓地に埋葬された。ありがとうございます。